将棋将棋の先鋒拒否者矢倉無理やり矢倉無理やり柳楽とは将棋の先鋒の一つ嘘矢倉とも呼ばれる主に指し手が相手飛車党に対して後手が角代わりや飛車先交換型相掛か,かり線などを避けて矢倉将棋に持ち込むのに用いられる古くは二流の先鋒というイメージがあったが80年代以降再評価された将棋の相柳楽では初手から七六歩 八四歩、六八銀、三四歩と進むのが一般的な出だしであるが、それ以外にも相ラになる定石が存在し、それらを総称して無理やりヤグラと呼ぶ。相手の相掛か,かりや角代わりなどの注文を避けなくても、ヤグラ囲い自体は組むことができるが、駒組みの制約や素直に組んでも相手の戦術に対して不利になるケースも多く、 主導権を得るために通常と異なる手順の組み方が行われる。あと、哲外が目指す場合のケースで、例えば先手が合い、係を目指して、初手に六歩としてきた場合に、後手三四歩として、それを避け、以下七六歩、四四歩三二銀三三銀を目指す。また、七六歩三四歩二六歩四四歩で、前述のコースをたどる指し方、以下四八銀には、 四二銀三三銀三二金で矢倉に組む。また早めに先手が二五歩と進めた場合三三角と上がりつつも四四歩三二銀四二角三三銀と五手が矢倉にする手順などがあるでは、四四歩二二五歩と突かれた場合に矢倉へ組む順として、まずは三三角と二筋を受ける。そして四八銀に三二銀などから飛車を振る順が普通に見られるが、 無理やり矢倉はここで八四歩と一飛者を明示するでは、後手の正しい矢倉の組み方として、二手目を三四歩と、する蒸気の指し方を推奨している。これは二手目を八四歩とすると、先手に何でも好きな戦いに持っていかれてしまうからとしている。本来、後手が矢倉志向なら二手目八四歩だが、それだと先手が二六歩の時に相いか,かかりや角代わりになってしまう。 角道を止めて振り飛車を装い、それで、実は矢倉を狙うのでこの名がついた。先手の早くの二五歩には、向かい飛車で嫌がらせをすると、次回からは二五歩と突きにくくなるとしている他に、第三図のように三二銀として、二四歩同歩同飛,飛に三三角とし三四、飛ならば四三銀三六飛に二飛として反撃する、二八飛ならば二四歩から、微飛車銀冠にしてしまう指し方を推奨している。 この順の類似の戦術に、土星流がある。田中虎彦の前傾所でも、あと伝いの場合は、ある程度相手に追随するのが、プロ間の了解のような風潮よりも、自分の土俵で刺すのか、もっと、とし、銀冠や長級戦無え飛車での反撃を、推奨している。実戦譜では、相手の刺し方戦形は、早い段階での44歩をとがめるべく、 4手角腰掛け銀河などが多く刺されている。イメージと読みの将棋観では先手をもって、第3図の2五歩は早めに決めるかどうかについて、6名の騎士はこの2五歩を決めずに矢倉に持ち込まれるのを嫌っており、また、相手が一飛車党であれば2五歩と、早めに決め、相手が不利飛車党であれば、決めに来ないとしている。回答者の谷川孝二と、羽生善治は、お互いの対戦では、 ハブ戦手では12局中すべて決めており、谷川戦手では18局中で16局決め、残りの2局では4八銀として、2局とも矢倉戦となっている。谷川はさらに相手が一飛車ぶり飛車両方の可能性がある場合は、向かい飛車に来られても良いなら早めにつく、矢倉戦で良いならつかないなど、その時の気分で決めているという。 2007年での統計でこうした局面が347局あり、先手が25歩三三角を決めた対局は132局あり、四八銀としたのが214局あるということで、基士全体では保留の方が多い。無理やり矢倉に持ち込む側としては、角交換や飛車先交換をさせず矢倉戦に持ち込みたいため、相手方の反撃としては、早い四四歩の尖めと、 こちら側の角道が通っていることから、急戦矢倉を仕掛ける等があるが、2五歩三三角を早くに決めた先手の場合であれば、四八銀よりも五六歩を早くにつき、七八銀三一角から飛車先交換と、角交換をする指し方を目指す。無理やり、矢倉側は、早い五六歩を見せた場合、超急戦の向かい飛車で対抗する手段のほかに、第五図の後手陣形のように、 キ水矢倉グラから盛り上げていく手段もある。交換する側は、第六図の局面であると、後手から二三銀からの盛り上げの他に八、八角から七七角九九角なり同角に四項として飛車を殺していく指し方もある。これには同飛なり同銀で、三八金から四六歩四五歩の攻めが生じるが、三八金であると三五歩から三四銀から三三、金と厚く刺す手段がある。 よって、先手もに八甲とし、以下に四歩なら三六歩として置いてから六、六角後七角とする手がある。ただし早くに九筋の端歩の付き合いがあるならば、前述の手順中先手の三六歩の時に九五歩が生じる。なおこの順を避けるには飛車先交換の前に七七、銀としてから仕掛ける。後手四二角ならば、そこで二四歩同歩同角とすれば四二角が、 無駄になるので 33K もしくは24歩、同歩とせずに3銀型にする差し方が選択される。無理やり、矢倉側は相手が早くに飛車先を決めた場合の3三角について、早い44歩を守りつつ引き角にする必要がある。ため、相手の角道を牽制する意味で無理やり、矢倉側も早くに飛車先を進め、角道を止めさせる差し方もある。この他、無理やり、 矢倉側は向かい飛車ではなくとも、他の振り飛車にしてしまう刺し方、ガン囲いに持ち込む刺し方、相手方も飛車先を保留して陽動ぶり飛車にする刺し方もある。いずれも一曲。ありがとうございます。